こんにちは。私のところに Amazon をかたった偽メールが来ました。とても巧妙で一瞬本物かと見間違う感じでした。文面自体はおかしくないのですが、内容に違和感を感じ調べたらやはり偽メールでした。今回は Amazon をかたる偽メールの内容と私の偽メール対策をお伝えしたいと思います。早速ですが、こちらが偽メールです。タイトルと文章はこちらのようになります。タイトル、Amazon プライムの自動更新設定を解除いたしました。文章、クレジットカード情報の更新、追加などにつきまして、以下の手順をご確認ください。アカウントサービスからアマゾン情報を管理するページにアクセスして更新してください。また、アマゾンプライム期間が終了したら、お急ぎ便無料やプライムビデオ見放題などのプライム会員特典のご利用ができなくなります。主なプライム会員特典を確認するには、こちらをクリックしてください。早めにお手続きのほどよろしくお願いいたします。継続してプライム会員特典をお楽しみいただきたい場合は、Amazon プライム会員情報の管理ページにて、会員資格を継続するをクリックしてください。なお、72時間以内にご確認がない場合、誠に申し訳ございません。お客様の安全のため、アカウントの利用制限をさせていただきますので、あらかじめご了承ください。アカウントに登録の E メールアドレスにアクセスできない場合、お問い合わせ、Amazon カスタムサービス、アマゾンサービスをご利用いただきありがとうございました。amazon.co.jp カスタマーサービス。ご覧のように、かなり巧妙なメールとなっています。では、私はどうやって偽メールと判断したのかを説明したいと思います。まず、文面を見ると、変な日本語はありませんので、文法上で偽物と判断することはできません。なので、こういう場合、偽メールと判断するのは内容です。なぜ勝手に Amazon プライムの自動更新が解除されるのか。このように疑問を持つことが大事です。Amazon が勝手に自動更新解除をするなんてことはありえません。もちろん、支払いをしていないと、いう、そのような場合は別ですけれども。また、もし支払いをしてなかったとしても、自動更新の解除をした理由などが書かれていないと変です。私はまず、この点について疑問を持ったので、次に、メールのヘッダー情報を見ました。ヘッダー情報は、メール作成からメールの宛先に届くまでの一連の処理を記録した情報のことです。ちなみに、私が利用しているメールクライアントソフトは、ベッキーというものですが、このベッキーでは、メールのヘッダー情報を見ることができます。ヘッダー情報を見ると、リターンパスという項目で、以下のようなメールアドレスが載っていました。実はこのメールアドレスはおかしいです。もし本物の Amazon から来たメールなら、この部分はペケ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 ペ
このペケ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 の中にはいろんな文字が入ります。ただし必ずリターンパスには amazon.co.jp が含まれているんです。このようなことから私のところに届いたこのメールが偽メールだと判断できます。この偽メールですが、中身のリンクをクリックするとどうなるのでしょうか。やってみたんですけれども、何も表示されませんでした。
すでにサイト自体が閉鎖されているようです。試しにこのメールを Gmail に転送すると以下のようになりました。このように Gmail の場合だとフィッシングメールとして検出されます。おそらくリンク先から判断したんだと思います。では私がどのようにしてこの偽メールと判断していくかを説明したいと思います。私は Amazon から来たメールはフィルターを通して Amazon というフォルダに入れています。以前は Chrome に amazon.co.jp が入っていたら Amazon のフォルダに入れるようにしていました。でもこれだと偽メールも Amazon フォルダに入ってしまいます。つまり Chrome に amazon.co.jp というフィルターを入れただけでは偽メールも通過してきてしまうんです。ですので、先ほどちょっとお話ししましたが、リターンパスに amazon.co.jp が入っているかで判断するようにしています。このようにすると、偽 Amazon のメールは Amazon ホルダーに入らないからです。では、ベッキーではなく、Gmail の場合はどうすればいいでしょう。 Gmail の場合ですとリターンパスを見ていませんし見るようにすることができません。ですが Gmail の場合は Google 独自のフィッシングメール対策のプログラムが組まれているので基本的には Google に任せるしかありません。しかしこのフィッシングメール対策のプログラムが効きすぎてしまうとamazon.co.jp の公式のメール自体も迷惑メールに分類されてしまうことがあります。このような場合は、フィルターでフロームに入っているメールをすべて Amazon フォルダーに入れるようにする必要があります。つまり、Gmail の場合だと偽メールもあえて追加させるようにします。そして入ってきたメールを内容を見て偽のメールか本物かメールかを判断するようにします。ただし、すべてのメールを通過させたとしても Gmail から警告が表示される場合もありますので、この場合はそのメールを迷惑メールとして判断すればいいと思います。本来であれば、Gmail のフィルターがもっと融通が利けばいいのですが、現在はそうなっていませんので、このような方法を取るしかありません。最後に、偽メールについて私が思っていることをお話ししたいと思います。偽メールなんですが、基本的になくなることはないと思います。なぜなら、自分のメールアドレスがどこかで漏れてしまうのは防ぎようがないからです。そのため、偽メールが来るのは仕方がないことだと思います。基本的に偽メールは海外から来ることが多いので、海外からのメールをすべて迷惑メールにしたり、特定の人からのメール以外をすべて迷惑メールにするなど、自分でできる対策はいろいろあると思いますが、それはその個人個人にとって都合がいい対策が人それぞれ違うと思います。ただ私の場合ですが、知り合いなどとメールでやり取りすることは今はほとんどありません。やり取りは LINE、電話、SNS がほとんどです。ですので私のところに来るメールはほとんどが宣伝、あとは登録サービス。登録サービスっていうのは例えば、レンタルサーバーの会社、クレジットカードの会社、サプリスクリプションサービスをやっている会社などです。ですので、個人的な知り合いからはメールはほぼ来ません。まあ、メールの問題はアドレスが公になってしまいがちなため、すぐに迷惑が来てしまうことでしょうか。なので、個人間のやり取りをするのにメールは現在はふさわしくないかもしれません。一方、LINE や電話、SNS だと、ほぼ知っているとしか来ないので、
迷惑のメッセージや通話は来ませんから、今のところ安全な方だと思います。また迷惑メールのような迷惑なメッセージが LINE や電話、SNS などに来たとしてもブロックすることができますので、これで対応できるのではないでしょうか。将来迷惑な行いが全くできなくなるような新しい情報交換手段が出てくるといいのですが、これは簡単ではないかもしれません。なぜなら、どんなに優れたセキュリティ対策、安全対策をしても破る方法は必ずあるからです。まあ結局いたちごっこになってしまうってことでしょうね。以上でこの動画は終わりになります。ご視聴ありがとうございました。